あの男は大晦日に帰ってきた。人生土俵際ファイター安田忠雄。昨年の猪木ボンバイエでは K1 最強軍の総大将ジェロム・レバンナと対戦。圧倒的不利がささやかれる中、奇跡的な勝利を収め、日本中を感動の渦に巻き込んだ男。かつては貴ノ富士のしこ名で小結びまで昇進しながら、ギャンブルの世界に足を踏み入れ、人生が一変。現在も数千万の借金を抱える人生土俵際の男。しかしそんな男の辞書にも意地という言葉が存在した。いや本当にやっぱり強いんだっていうのを今度は証明したいと思います。今年は昨年の勝利をまぐれとは呼ばせない安田忠雄39歳、大晦日男の襲名なるか。安田へのリベンジに燃える K1 最強軍が送り込んだのは、身長2m11cm の大巨人ノルキア。I am here to take revenge for Jerome and for the K1 and show everybody that what happened was a mistake. 昨年安田に奪われた K1 最強軍の誇り、ノルキアは取り戻すことができるのか。猪木ボンバイスペシャルマッチ、タタオ・ヤスダ vs ヤン・ザ・ジャイアント・ノルキア。大画面のアップ、さあ出てまいりました。カメラアングルは後ろから捉えた安田忠雄の入場だ。今夜も親父魂炸裂か。さあ年越し名物安田劇場、今年はどんな舞台リング模様を見せてくれるのか。戦う人間ドキュメンタリー安田忠雄であります。紺碧のその勝負タオル、これが首に巻かれています。青々と脳天を反り上げている。おっと、星野勘太郎率いる魔界クラブの面々がスクッとセコンドとして合流してまいりました。村上和成の姿も見えています。そしてマスクマン魔界4号、大きな旗を携えての入場であります。まさに解説についている桜庭選手のあのベーダーのパロディーのように、精神はプロレスラーであるというその意思表示でありましょう。魔界クラブ星野勘太郎の先導で1m93cm 121キロの安田忠雄、さあリングは間近であります。巨像が待ち受けています。アフリカ像が待ち受けています。3番の階段、ただいまより第1試合を行います。青コーナー211センチ147キログラム、イアン・ザ・ジャイアントノルキア。まさに2階からノルキア、暴れアフリカ像ジャイアントノルキア。193センチ121キログラム、安田ノルキアという摩天楼解体の現場監督となり得るか。猪木ボンバイエ特別ルール、5分3ラウンドインターバル2分、一本勝ちあるいは TKO、 判定あり、延長はありません。ドロー裁定はありえます。桜庭さん、はい、ノルキアでかいですね。そうですね、まあ、安田もですね、百戦錬磨になってきてるんで、うまいところ期待したいですね。あ、そうですね、はい、やっぱり寝かして、どうにか寝かしていければ、そうですね、負けると思います。まずはトッシンターのしがみつき、ノルキアを捉えてから、そこからアフリカ大陸をどう料理していくか。巨神体感、今回の表情、安田。さあ、安田
しがみつき、ロープを背にしているノルキア。さあノルキアがそれをかわそうという体勢。膝が怖いぞ、膝が怖いぞ。がっちりと腹を合わせている、胸を合わせている。まさに人間塗り壁状態だノルキア。なかなか言うことを聞かない桜庭さん。当然この安田のですね、この捕まえてのテイクダウンというのを読んでますね、ノルキア。あ、そうですね、あのコーナーを背にして倒れないようにしてます、はい、さあ重心を低くしているノルキア。がっちりとクラッチ状態。ここから足をかけていく、足をかけてなんとか体勢を崩したい。人間塗り壁ノルキアの体勢を崩してテイクダウンに持ち込みたい安田。ただになります。分厚い背中ノルキア、背中はアフリカのサバンナを思わせる。そして胸元もだ。この一人希望法。おっとパンチパンチ、危ない安田、危ない安田、危ない。さあ安田、首首ついた。今度は体勢が良くなってロープを手にしている安田。さあ足をかけている左足、それを読んでいるノルキア。ノルキアがかなり沈着で全部膝、安田が膝をぶち当てていく。無理心中殺法を試みるか安田。踏みついて抱きついて倒すという、これのみで言ってもらいたい安田であります。去年の大晦日思えばジェロムレバンナからギロチンチョークで大金星を奪った感動のフィラーネを演じましたこの安田であります。先ほどの体勢が逆になった。あの脅威の空爆パンチ、ノルキアの空爆パンチを受けるとまずい。南アフリカの鉄砲水、あのパンチをもらっては安田とて一たまりもありません。なんとかこの組みつきサッパー、そして寝技に持ち込みたい左、これはかわしている。若干の膠着状態が訪れた。5分1ラウンド3ラウンド制、ここから倒す長期をつかみたい。左のパンチ牽制するノルキア、レバーのあたりを捉えている。こういう小刻みなパンチもね、ずっともらえますと危ないですからね。そうですね、はい、ちょっとあと身長差がある、ので、はい、倒しづらいところがあると思います、はい、左危ない、しゃくるように持っていった。左の服、さあアフリカの鉄砲水、これは怖い。あえて 2,3 発食らうことを覚悟でまた組みついていった。抱きつき殺法安田忠雄、なんとか倒していきたい。もろ差しの格好になりました。なんとかこのノルキアの体勢を、これであと中の方に引っ張ってくればいいんですが、やっぱりあのノルキア選手倒されるの嫌がって、あのコーナーにも体重かけて。そうですね、プロレスラー安田忠雄対策はバッチリか。ノルキア、さあ足をかけていく。一転して場内が沸いた。しかしこらえているノルキア。ロープワーク、ロープを背にしている、あるいはコーナー、こういったところで安田対策。残りあと2分を切りました。第1ラウンド、完全に半身の体勢で安田をかわしていこうというレフェリー豊永実、割って入りました。ブレイクです。うわーっと左突っ込んでくるところ、カウンター気味に左のフック、アッパー気味にぶち込んでいった。さあ安田も応援戦する。左の脇腹にパンチをぶち込んで牽制安田。さあ体を入れ替える。とにかくコーナーあるいはロープ、この辺りから引き剥がしておきたい。この人間塗り壁、ヤンザジャイアントノルキアを引き剥がしておきたい。桜庭さんの指摘にもあるように、ほぼリングの中央でなんとかテイクダウンに持ち込みたい。そうすれば寝技、関節締め技、いきなり勝機が訪れる。年越し名物安田劇場第1ラウンド、この安田対策が功を奏しているノルキア。残りあと1分を切った。両者ともに冷静な第1ラウンドであります。イエローカードが出ました。もうちょっと積極的にやってほしいということですね。そうですね、あとはちょこちょこロープ使って倒れないようにしてね。ええ、それ多分ロープ使って、あれはペナルティーですからね、ロープ使っちゃいますとね、はいはい、首筋のあたりが赤くなっている。おっとまた左、これをかわしていく。おっとちょっと体勢崩した、体勢崩した。このノルキアが突っ込んでいった。徹底して蹴り、そして今度はパンチだ。今度は
ースコール。完全にジャイアントノルティアの一方的なペース。後半安田運が垂れ込めました。第1ラウンド、さてここで改めて放送席をご紹介してまいりましょう。解説はおなじみの桜庭和志さんです。実況担当古田一郎でお届けしてまいります。桜庭さん、一つよろしくお願いいたします。桜庭さん、それにしてもですね、はい、まあ、安田も冷静だった、ノルティアも安田対策はバッチリだった、はい、いきなりですよね、体勢崩したところ。そうですね、まあ、身長差、体重差あると思いますんで、それを、はい、あとはノルティア選手、リングの使い方がうまいというか、はい、もう、ロープに体重かけて、倒されないように、もうリングの その、ロープ際で戦えば倒されにくいので、うん、そのうまいところ、安田さん、どうにかこう中に持っていきたいところだと思うんですけど、まあ、安田としてはちょっとこのロープワークがうまかったノルキアにじれたっていうかですね、はい、5を煮やしたあたりの隙をついていきなりでしたね。そうですね、あとは下の方に上半身だけじゃなくて、はい、下半身の方にタックルとか行けば倒せるかもしれないですね。そうですね、ただ安田としては低い体勢のタックルというより得意なのは突進としがみつき。そうですね、はい、まあ、それですからね、まあ、それを当然ノルキアが読んでいたとも言えるわけですけども、はい、かなりのトーキック気味のキック、そして顔面への狙いすましたパンチの集中砲火、これを浴びて安田としてはちょっと苦しい戦いを強いられている。これでノルキア有利になりました。注目の第2ラウンドであります。弾みがついた一人希望砲、南アフリカのヤンザ・ジャイアント・ノルキア、空爆パンチを一発浴びてしまいますと、これはひとたまりもない安田。苦しそうに立ち上がった安田。セコンド魔界クラブはどんなことを耳打ちしたのか。一転してノルキア有利の第2ラウンドに突入。また左さあ組みついていった。ここはポジションがいいぞ。また押していく。2メートル11センチノルキア。安田押していった。ローパンスにした安田、膝で応戦する。相撲でいう勘抜きの体勢、ここから絞り上げるか。差し合いは行われない。古田さん、はい、赤コーナー安田サイドなんですが、はい、やはりですね、終盤のラッシュなんですね。あのあたりですね、ドクターが飛んできましてダメージの確認を行いましたね。意識、目、瞳孔などの動きを確認して、これは OK だというゴーサイン出てます。あ、分かりました。で、星野総裁なんですが、あれじゃいくらやっても倒れないぞ、まあ、小打ち大打ち足を払っていけという指示出てますね。そして大丈夫大丈夫、あれはサービスだよというようなことも的に言ってましたね。うん、小笠原アナウンサーから赤コーナーサイド安田サイドのリポート。おっと、これでタオルが入った。どうした？これはもう見ると見るや、魔界クラブセコンド側からタオルが入った。ヤンザ・ジャイアントノルキアの勝利。安田戦員喪失か。もう無理と見かけたか。セコンド陣タオルの投入によりまして TKO、 ヤンザ・ジャイアントノルキアの勝利。ちょっと歯が立ちませんでしたね。対策をバッチリ取られたことで、はい、勝機を見出せなくなりましたか。やっぱり2ラウンド目は足をかけていけっていう指示が出たので、それでいいと思ったんですけど、ね、呆然自失。1年前のレバンダのエノからの勝利、あれは一体何だったのか。安田忠雄年越し名物安田劇場はこんなことで終わってしまいました。2ラウンド57秒、ヤンザ・ジャイアント・ノルキア第1ラウンド勝機をつかんで一気に攻め込んで安田のやる気を削いだ。ノルキアの勝利。最後は安田陣営タオルの投入によりましてヤンザ・ジャイアント・ノルキアテクニカルノックアウト勝ちであります。さて、この後は注目の一戦であります。